突然現れた緑谷出久に爆豪を奪われた。あのガキ、どこにでも現れやがれ。さらにヒーローの応援まで来て、こっちの戦力を削りやがった。くそ、くそ。こっちもあと二人終わらせる。志村の友人か。やられたな。一手で綺麗に形勢逆転だ。野村くん、終わりたくないです。強制発動。さあ行くんだ戸村。待て、ダメだ先生。その体じゃあんた、ダメだ。俺まだ。戸村、君は戦い続けろ。待て、オールマイト、僕は戸村。さあ始めよう。戦うというのなら受けて立つよ。何せ僕はお前が憎い。僕たちへ行ってきた数多の非道を忘れたとは言わせないよ。かつてその拳で僕の仲間を次々と潰し回り、お前は平和の象徴と歌われた。僕らの犠牲の上に立つその景色、さぞやいい眺めだろう。デトロイトをスマッシュ。強引に打ち消したな。心置きなく戦わせないよ。ヒーローは多いよな、守るべきものが。黙れ。貴様はそうやって人を持って遊ぶ。壊し、奪い、付け入り支配する。日々暮らす方々を理不尽があざけり笑う。私はそれが許せない。トシノリ、嫌に感情的じゃないか。オールマイト、同じようなセリフを前にも聞いたな。ワン・フォー・オール先代継承者志村七から。理想ばかりが先行し、まるで実力の伴わない女だった。ワン・フォー・オールの生みの親として恥ずかしくなったよ。実にみっともない死に様だった。どこから話そうか。貴様の汚れた口でお師匠の名を出すな。僕は君の死を殺したが、君も僕の築き上げてきたものを奪っただろう。だから君には可能な限りむごたらしい死を迎えてほしいんだ。イナフ。レディークラッシュ。手がはどうした。6年前とお前から押し付け、そうやって挑発に乗って奴を取り込まれた。腹に穴を開けられた。お前のダメな時だ。奴の言葉を交わすな。まだ動けるな。限界超えろ。超連覇だぞ。大した強さだ。やるね。勝ちに来いよ。やるね。ちょうどいい。やっはいいね。壊すよ。カンパー。こんなのはどうか。やはり衰えてるね。ここです。カラスウルト。ホーリーシェット。ウィーン。
吹いて死ぬといい。アメイジング。せっせと崩してきたヒーローへの信頼、決定打を僕が打ってしまって良いものか。でもね、オールマイト、君が僕を憎むように僕も君が憎いんだぜ。でけえの来るぞ、避けて反撃を。避けていいのか。君が守ってきたものを奪う。まずは怪我をして持ち続けたその矜持、惨めな姿を世間にさらせ、平和の象徴。何か、皆さん見えますでしょうか。オールマイトがしぼんでしまっています。なんだあの骸骨。王はコケ、目はくぼみ、貧相なトップヒーローだ。恥じるなよ。それが本当の君なんだろう。体が朽ち、衰えようとも、その姿をさらされようとも、私の心は依然平和の象徴。ひとかけらとて奪えるものじゃない。素晴らしい。じゃあこれでも君の心には支障ないかな。あのね、死柄木弔は志村奈々の孫だよ。君が嫌がることをずっと考えてた。君と弔が会う機会を作った。君は弔を下したね。何にも知らず勝ち誇った笑顔で。嘘。事実さ、分かってるだろう。僕のやりそうなことだ。あれ、おかしいな。オールマイト、笑顔はどうした。師匠との大事な約束なんだろう。笑わないと。やはり楽しいな。ひとかけらでも奪えただろうか。お嬢様のご家族、彼が、私はなんということさあ、最終決戦だ。決戦、始めよう。負けないで、オールマイト、お願い、助けて。ほら、呼ばれているよ、オールマイト。そんな惨めな姿になってもヒーローは多いよな。守るべきものが。お嬢さん、もちろんさ。ああ、多いよ。ヒーローは守るものが多いんだよ、オール・フォー・ワン。だから負けないんだよ。渾身、それが最後の一振りだね、オールマイト。手負いのヒーローが最も恐ろしい。さあ、つけようか、決着を。レディークラッシュ。笑顔はどうした。こうしろ、ここで死ね。と思い出す。掴む。茶番だな。何のために
諦めるとでも。掴むよ。茶番だな。飛ばすよ。みんなが笑って暮らせる世の中にした。そのためには承知を成し必要。飛ばすよ。消し飛ばす。どうした。掴むよ。茶番だな。あんな時に言わないと。ちょうどいい。何か見誤ったな。やはり衰えてるね。こうしよう。キャンプ飛ばすよ。それに命がけさ。やるね。勝ちに来いよ。やるね。ちょうどいい。飛ばすよ。いいね。どうかな。掴むよ。茶番だな。大した強さだ。たやすい。さすがはトップヒーロー。では最高最適の個性たちで筋骨バネ化、瞬発力 ×4、 努力増強 ×3、 増殖、肥大化、秒、エアウォーク、総骨、君を殴る。この組み合わせは楽しいな。食いて死ぬといいよ。ニューストーリー。先ほど手を合わせてようやく確信を得たよ、オールマイト。君の中にもうワン・フォー・オールはない。君が今使っているのは余韻、残りカス、譲渡した後の残り火だ。そしてその火は使うたびに弱まっている。もはや吹かずとも消えゆく弱々しい光。役目を全うするまで耐えぬよう必死で抗っているのか。平和の象徴は俺はしない。煩わしい。精神の話はよして、現実の話をしよう。今までのような衝撃波では体力を削るだけで確実性がない。確実に殺すために、今の僕が掛け合わせられる最高最適の個性たちで君を殴る。緑谷いづく、譲渡先は彼だろう。資格もなしに来てしまって、まるで制御できてないじゃないか。存分に食いて死ぬといいよ、オールマイト。先生としても君の負けだ。そうだよ、先生として私が叱らなきゃいかんのだよ。私は彼を育てるまでまだ死ねんのだ。浅い。そりゃ腰が入ってなかったからな。さらばだ、オールフォーワン。ユナイテッドステイアーツオブスマッシュ。さらばだ、ワン・フォー・オール。
イト、実に醜いあがきだった。しかし君は間違えたよ。戦いの果て、弟子に寄り添う道を望んだ。君は離れ時を見誤った。死に時を失った。先生というのは、弟子を独り立ちさせるためにいる。頼りにしてきた死が手の届かぬ場所へ去り、彼は憎悪を募らせる。彼は真に戦闘を歩んでいく。仲間もいる。仲間を増やす術も学んでいる。大丈夫だ、死柄木弔。経験も、憎悪も、悔恨も、すべてを糧としろ。次は、君だ。ワンズ・ジャスティス。イエーイ！喜べリスナー！そっかわいい！いい、実にいい。俺がトップだ！ヒーローサイド！職場体験前日の夜。